テストパターン。テストパターンとは、テレビ放送の休止時間帯に流れる試験、電波放送のことを言う。試験用のパターン信号としては、カラーバーおよびモノスコープ、モノスコが使用される場合が多い。テストカードとも呼ばれる。テレビ放送では、深夜から未明にかけての休止時間帯に、カラーバー映像、モノスコと呼ばれるカメラ調整やテレビの画質調整用のテストパターン。 蛇の目模様の同心円を中心に上下左右に放射状に出ている線を撮影した映像。放送局名やチャンネル番号、コールサインが記載されていることも多い。パターンそのものの大きさは非常に小さいを映し出し、それに合わせる形で信号音 1kHz のテストトーンやレコード音楽を放送する。1990年代以降お天気カメラや CS テレビ放送。 日テレニュース24や TBS ニュースバードなどのフィラーをテストパーン代わりに放送されることが多くなった。また、2000年代前半まで北海道の道王県 HBCSTV 各局の札幌本社直轄地域以外の地域で NTT 中継回線のテストパターン117の自方音声ありが流れていた。2000年代中盤 北海道内の民放各局が全域で24時間放送開以降このテストパターンは放送休止の時しか見かけなくなり、やがて中継回線を別の会社のものに切り替えてからは NTT 中継回線のテストパターンは流れなくなった。テストパターンの放送時間帯はテレビ放送黎明期から全日放送が実施されるまでは朝昼の放送開始前30分程度と、 朝、昼の放送終了後夕方の放送再開までの時間帯、全部、または一部、そして必ずではないが、放送終了後であった。全日放送開始後は、早朝の放送開始前と放送終了後であったが、1990年代以降、お天気カメラの映像やフィラー映像を休止中に放送することも多くった。終夜放送開始後は、 危機点検ののための放放送送中止を除いい。て、テストパターンが放送されることはない1970年代末まで新聞のテレビ番組表にテストパターンと表記されることが多かったが、これはまだ過程で受蔵器の調整が必要であったためであり、受信者向けサービスの一環でもあった。また、黎明期、昼間のテストパターンは、街の電気店が 取り付け後の受像調整に利用することも多かった。また、街頭テレビの調整も昼のテストパターンを利用していた。放送開始時は、テストパターン放送開始映像、各局独特のテーマ曲を伴うことが多いおよび、コールサイン、周波数、出力、中継局などのアナウンスメントの順で放送されることが多かった。例外は少なくない。例えば、 テストパターンコンサートと題して、音声やテロップの曲名案内を添えて放送するつぼねも存在した。また東京放送、現 TBS テレビや毎日放送では、子供音楽コンクールの地区代表校の演奏をアナウンス紹介入りで放送していた。日本テレビでは、開局より1980年代までジャズ楽曲が使用されており、エアチェックしていた人もいた。 MBS と朝日放送では1990年代初期にカラーバージョンに時計の映像を重ねて ABC では後を天気カメラ映像上に時計の映像に変更 MBS では一周一分のオリジナル曲を放送しながら時刻アナウンスを放送していたまたネット、現、テレビ朝日は1970年代まで放送開始5分前まで白身のままで5分前に 短いオルゴールのシグナルと、これから、受蔵器調整のためのテストパターンを放送しますという、アナウンスと共に 1kHz の信号が、開始映像まで放送された。テレビ神奈川は1980年代まで、白身、テストパターン、無音開始映像、9時9 0時再び、テストパターン、音楽入り、9時1分 -9,35、9 35 番組開始という独特のフォーマットで開始していた。開始映像には日本テレビ放送網の鳩の休日や TBS テレビのガラス棒を使った映像、朝日放送の未来の都市を描いたイラストを使った映像、大阪テレビ放送のオープニングメロディ、スタジオでの日替わり制演奏番組などが挙げられるが、これらの多くはテストパターン制作時に 各局技術部が独自に制作したものである。ちなみに、テレビ局で放送開始前の受蔵機調整用として放送されていたテストパターンは、スンプとマイナス1形式物が広く使われていたが1980年代の中盤からスンプとマイナス3形式のカラーバーが常用されるようになり、地上アナログ放送の低波、廃止まで、 スンプとマイナス3形式のカラーバーが使用された。その当時でもテレビ朝日はスンプとマイナス2形式のカラーバーをテストパターンとして使用していた。21世紀に入ってからは NHKE テレや一部地方局を例外として週夜放送が固定化しテストパターンを見る機会が減ったがどの放送局も危機点検のため深夜から未明に1時間から2時間ほど そうを休止し、この間にテストパターンを発射することがある。点検が定期化している場合は、必ず決まった曜日に見ることも可能である TBS や ABC など。また、放送大学では、毎朝放送開始前に見ることができる、地上波、BS、スカパー、とも、地上デジタル放送では、アリブカラーバーが使われることがある。放送局によっては、 映像のフリーズの有無を確認するために、アリブカラーバーを横、斜め方向に動かす場合もある。黎明期のテストパターンには、1934年の BBC テレビジョンが試験放送の頃使っていた、モダンアート風の縦長タイプ、当時、イコノビジョンという縦長の放送形式も試験されて、板のものや、ただの丸とその下に棒を一本書き添えただけのものがあった。また、 ごく機械式テレビ時代の録画映像を見ると番組中何度もシーンの切り替わりの一瞬を利用して調整用のパターン、十字模様のカードが挿入されており放送中にも細かい機器の調整が必要なほど不安定な性能の機材を使用していたことがわかる。なおクリアビジョン EDTV NTSC 方式の導入が行われた1988年秋頃と シデジが三大都市圏で本放送を始める前の2003年夏頃には深夜の時間帯を使ってそれらの試験放送を行ったことありそれぞれ観光地の風景写真やモデル女性の表情などの静止画、映像情報メディア学会ハイビジョン用画質評価用標準画像をいてからテストチャート数枚を入れ替わりで放送した子があった楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。